今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム二等兵の友人呼びでございます。 T 隊長です。 T 隊長でございます。はい、隊長、はい、エニアグラムの動画のお便りで、ね、なんかその落ち込んだ時にノートを書いたら時が気分がすっきりしましたみたいなメッセージをいただいて、はいはい、そうだそうだと思って、ノート術隊長に伝えなければならないと思ってますというのは、私も岡田斗司夫さんのですね、あなたを天才にするスマートノートっていう岡田斗司夫さんが出してる本があって、それを最近読んだんです、ね、それを読んで始めたことが、五行日記っていうものがあって、というのはその毎日ね、いろいろ今世には、ノート術、スケジュール管理いっぱいありますよね。初めていろんなそのノート、あなたを天才にするノートマジックみたいな本が最近ありましたよね、はい、ノートの本がいろいろ出ていて、でその岡田斗司夫さんが言っているのがですね、要はそのまず面白い人になるためにノートを書きませんかっていうのを言ってるんですけども、まずそのノートを書くことによって発想力、表現力、論理力が身につくよみたいなところから始まるんですけども、まずその最初のステップとしてやろうって言ってるのが五行日記。この五行日記っていうのは1日に5個、これちょうどキャンパスの B のノートなんですけど、これ35行あるんです。なんで1週間、なんで5行ずつ書いてると1ページが1週間でまとまるんですよ。でその1日振り返って5行自分がやったことを書きます。でそれにまずそれを続けるんです。でそれを続けてできるようになってきたら、今度はその自分が評価書いたことに評価する、これが例えば僕が例を挙げるとですね、例えばやり始めたのは私、1月28日なんですけど、昼と夜にメンタリストシーズン3を見た、2筋トレと懸垂をやった、3沖縄行きが決定した、4仕事が暇だった、5スマートノートを始めたって書いてあって、で今度はそれぞれに評価をする、例えばその筋トレだったら、自分にとっていいことだった、気分良かった、じゃあ4にしよう、メンタリストを見た、まあ普通、でやっていくとそのいいこと、自分にとっていいだいいなって思うこと、これが嫌だったって思うことがその分かるんです。でそれをなんか毎日こうやって書いていくと、あ、いかに自分が嫌なことを定期的にやってるみたいな。嫌なことを定期的にやってる、あるいは嫌なことだな、やりたいこと、嫌なこと、評価の低いことってことですか。そうそう、評価の低いことが分かってくると、その評価の低いことを減らしていくと、なんかいいことばっかりになるじゃん、いやその、あ、嫌なことをいかに無駄なことをしているかっていうのに気づける、っていうのと、あとはそのよく岡田さんも挙げられるんですけど、その鉄鋼デール・カーネギーっていう人がそのある時、その悩みを抱えすぎて、もう頭がパンクしそうになったと、で奥さんと食事の約束をしていたけども、もう無理で死のうと、こんな悩みを抱えている、でどんどん入ってくる悩みが、で今もしこの悩み1000個くらいあるんじゃないかって思ってノートを書き始めたらしいんです。ノートで書き始めていくとピタッて70個くらいで止まったらしいんです。で今度はその70個を、明日やること、何週間以内にやること、解決しないこと、解決しないことっていうのは死ぬのが怖いとか、そういったことも含めて全部書いたらしいんです、でそうやって分けていった時に急に頭がすっきりしたと、まあ、それはあると思いますけどね。で
あの奥さんと食事に行ったっていうことが書かれていて、うん、まあ、確かに自分このノートを書き始めて、うん、その何て言うんだ、その5行以外にも、うん、一応その岡田さんが勧めているのは、うん、左側は5行日記にしましょう、うんうん、で右のスペースはフリー、うん、何でもいいよ、うん、ただ書かなくてもいいよって言ってるんですよ、うんうん、っていうのをやっていくと、うん、なんかその悩み事は一旦ノートに預けるっていう感覚になるんです、うん、要はそのこの子が相談相手になるみたいな感じで、ちょっと楽になったっていう実感があって、あ、分かる分かると思って、思わずそのノートがいいですって言われたのに返事で、いや、こっちの方がいいって5行日記をやれって返しちゃったんですけど、僕として、はい、悩みって言うとそんなに、なるほど、ないよと、ないけど、はい、なんだろうな、頭がまとまらないことはよくある。あ、なんでその頭が、うん、整理っていうことでも、うんうん、使えるなとは思ってるんですよね、はい、で、あとこれやってていいなって思うのが、うん、それバカバカしいんですけど、うん、あの俺って続けてるじゃん。いや、昔は僕も日記を書こうと思って、うん、そのなんか真っ白の本ってあるじゃないですか、文庫本みたいな、うん、なんかマイブックみたいな、うん、あれやろうと思って、うん、買うんですけど、うん、2ページぐらいで終わっちゃうんです。まあわかります、気持ちはわかりますっていうのだったので、うん、今回も無理かなと思ったんですよ、うんうん、でもやり始めると、あ、意外にできると思って、今3週間目なんですね、うん、ずっと書き始めて。なので何を書くかですよね、きっと。でスタートとして、うん、あの5行、うん、1日に5個、1日に5個も、あ、だと岡田さんが言ってるのは、例えばアメトーク、うん、例題だったのは何々ご飯を食べた、アメトークを見た、うん、まあそのぐらいでもいいんですよ。だからそのぐらいでもよければ多分続けやすいじゃないですか、はい、で要はで、うん、続けていくと、うん、多分ちょっとずつ書けるようになっていく、うん、っていうこともあるんですね、うん、なんでその先ほど隊長がそのなんかこの前にダイエットにちょっとやりたいみたいなことをおっしゃったので、うん、あの日記いいですよみたいなことを僕は勧めたんですけど、うん、ダメでした日記、まあ僕がなんかこう書くことで得られるものはこう頭の整理ができるなっていうのはあるので、悩みも含めて、はい、結構こう抜けるんですよね、やらなきゃいけないこととか、はいはいはい、これをどうしたらいいんだろうかってところで悩んだりするじゃないですか、はい、でそれをこう書くと、あ、これ別にこうしたらいいとかっていうのが、あ、そうですね、アイデアがこういくつか出てくると、じゃあこれやろうみたいな感じで悩まなくて済むようになる。そうで、うん、岡田さんもそれを言っていて、うん、要はその時々の思考とかも書いておくと、うん、どこかでこれが何ページ目と何ページ目がつながるみたいな、うんうんうん、なことは指摘されているので、うん、とてもいいなと思ってです、うん、でなんかいろいろこのなんか三国志を聴覚目線で語るとかって書いてあるんです。これ多分で、いや、その時思ったんでしょうね。うんうんうん、ね、これがいつかつながる時が、なんかいいのが生まれる可能性はありますよね。断片的に思ったこととかも全部ここに書いておくと、うん、なんで今の私基本常にノート。うん、持ち歩くようにしてる、うん、でもあとは続けるコツみたいなところですよね。で今5行日記の簡単さだと、うん、あ、なんかつなげ続けれるなって自分でも思っていて、うん、ノートカバーまで買っちゃいました、うん、これ2冊収納できてっていう、うん、Amazon プライムで、うん、トゥルーディレクティブっていう、うん、刑事ドラマがあるんですよ、はいはい、マシューマコノヒがですね、うん、ずっとノートを持って歩いてるんです、うん、かっこいいと思ってやりたかったんですよ、ああいうの、うん、でちょうどそのノートブックのスマートノートの話を見てですね、うん、これでやろうってマシューマコノヒやれると思って常に持ち歩いてます。うん、これちょっとバカバカしてごめんなさい、つまらん、ごめんなさい、うん、ノートね、なかなか続かない、手帳とかもめんどくさい。僕ノートプレゼントしましょうか今度。いや、この B5、はいはい、B5 ノートなんで、こんな100円で買えるので。B5 ノートぐらいは準備できますけどね。いや、はい、渡されるとやるかな。うん、ああ、まあそれはあるかもしれないです、ね。で、あとはその僕としては別に100円ぐらい痛くないし、うん、この要は
基本進め方としては左側だけ、うんうん、でこっちは白紙でいい、うん、もったいないじゃんって思うかもしれないんですけど、うん、いやそんなのまず5行だけでいいからやっていこうよっていうのが目的でございます、うん、詳しくは岡田敏夫さんのスマートノートっていう本に書いてありますので、はい、うん、多分何でもいいんですよきっとノート実数あ、うん、うん、あそうですね、そういや書くっていうのが、うん、でただその書くのが難しいっていう声が多いので、うん、じゃあ5行、うん、で5行書くのに35行がちょうどいいよっていう、うん、そうそうそう、はい、だとこうやって進められるのがいいのかなっていう、なるほど、じゃあ今度も、うん、もしかあれだとノート買ってきますので、うん、はい、そうするとこうやらざるを得なくなる感が、でもそのやらした二等辺から大抵でもなんかそういうのって結構大切なのかなって思ったりはしますよね。なるほど、僕みたいなタイプ、ああの僕はこうダイエットとかして、はい、痩せてる時、はい、で結構こうなんか強制力が働いてる、あマラソン大会に申し込んだとか、はい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 、だからこの時までに10キロ走れるようにならなきゃいけない、はい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 、っていうのが思うとこう毎日こう走ってたりとかっていう、こう強制力が必要で、その目標がないとまあ一回したからで、なるほど、ってなってしまいがちなので、私がそのノートをやってくださいよ、うん、ノート書いてくださいねとかって言われると、うん、あいつめんどくせえの置いてきやがってみたいな、そこがやる気がなければめんどく、あやる気がなければ多分そうそうやらない、あ分かった分かったって言ってやらないみたいな、白紙のノートがそのまま置かれる、うん、でやった方がいいみたいなのがあればやるっていう、なるほど、うん、だからまあダイエットとかでも一緒ですよね。でも僕はなんでこれに、うん、あの体重も毎日書くようになりました、うんうん、そうすると、うん、あなんかあやっぱり食うと太るなっていうのが分かるので、うんうんうん、そう、あのスマートノート、スマートノート5行日記、うん、おすすめでございます、はい、あの悩み解消に、悩み解消に、はい、まあ、頭の整理に、頭の整理、はい、でございます、はい、ありがとうございます、はい、2食でございます、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。